慶長17年4月13日瀬戸内海長門の沖巌流島での試合を目前にして佐々木小次郎は行ってくる、はい、お心静かに、骨の声がさすがに震え眼中に不安げな色が浮かんでいる。骨に微笑みを送り小次郎はゆっくりと出かけていった。先導佐々木製の工具小舟に乗る宮本武蔵は渋染めの手ぬぐいを鉢巻きにして船の貝を削って木刀にした。時は約束の辰野国を過ぎ美濃国になろうとしている。佐々木小次郎は浮き織りの白絹の小袖に目の覚めるような少女妃の袖なし羽織を重ね、武道色の染め革のたつきを履いた派手ないでたち。太刀は三尺の弱り、武蔵到着の遅いのに苛立ちの様子がある。武蔵は貝を削った木刀を持ち、船の着く前に残部と飛び降り砂浜へ。その時小次郎は水際に立ちはばかり大地を踏みしめ一歩も敵に譲らぬ構え。恐れたか策か、いずれにしても火を飛びいたぞ。約束の刻限はひとときの夜も経つ。言い放つなり小次郎は鞘を波間に投げ捨てた。小次郎破れたり、何、今日の試合はすでに勝負があった、何時の負けと見えたぞ。武蔵の足が水を離れて磯の砂地を踏んだのと、小次郎の太刀が飛燕のように空を切る。かーつ、再び退治して睨み合いは続く。やがて大きな肉声は小次郎が発し、武蔵も同時に体の中から声が出た。上等物干し竿の切っ先は武蔵の木剣が風を起こして動き、彼の眉間を割っていた。小次郎はばったりと倒れた。波音も途切れたかのような勝負だったが、小次郎の弟子たちの歓声のみが響いていた。